リンリブースはカナダ・オンタリオ州オークビル出身の女優。現在はロサンゼルス在住。身長170センチメートル。地元の DA ブレイクロック高校を卒業後、1998年にデビュー。同年には日本未放送ながらテレビシリーズイアリー・インディアナ・ザーザー・ディメンションのキャリー・テイラー役でレギュラー出演を果たす。 さらに99年から始まった、デリックハンター秘宝を探せのクローディア役と、ゴーゴージェットのライリー役の2本のテレビシリーズで、レギュラー出演。ゴーゴージェットのテレビ映画版である2001年制作の、ジェット・ジャクソン・ザ・ムービーでも、同役で出演。他、2007年から2008年まで放送された、テレビシリーズ、ホームタウン・僕らの再会でも、エミリー役で、 レギュラー出演している。テレビシリーズのゲスト出演やテレビ映画への出演も多く2001年制作のジュディ・ガーランドの生涯を描いたテレビ映画ジュディ・ガーランド物語ではラナ・ターナーを演じる。映画ではゾンビのリメイクである2004年のドーン・オブ・ザ・デッドで父親を亡くした少女ニコール役で知られ共演したケビン・ゼガーズとは前年のホラー映画暗い森でも カップルとなる役どころを演じている。ゴースト天国からの囁きなな、負の連鎖。ありがとうございます。